皆さんこんにちは、シダル TV 新井亮介です。本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日もアコディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。2022年第1回目の撮影でございます。何をやるんですか、小山さん。まあちょっとなんだ、今日大物が控えてるんで、ちょっと遊びでちょっとだけこれをやります。ロイヤルグローレだって2022年一発目の撮影でございます。お、いいとも。ちょっとフェースを映してもらっていいですか。笑いますよ、見たらすごい、ね、クリオネみたいな感じです。すごいね、こんなのあったっけ。あったんですよ。いや知らないでしょう。あのビッグカメラの時に。あ、なるほどね。はい、あのね、ほとんど市場に流通してない、グローレの上位機種、ロイヤルグローレ。何が面白いって番手が1って書いてある。あ、面白いね。普通ないよね、1って。面白い。2015年発売で、はい、定価が税抜き15万。知ってる人いないんじゃないかな。だからあの実物見るのが初で、カタログだけ見たって感じ。中古で買うのも。まあなかなか、まあ、探せばあると思うけど、グローレリザーブの動画上げたじゃん。はい、結構あれが人気あるんだよね。で、あれをね、オリジナルフレックスって書いてある。あれを見たね、はい、話の分かるテーラーメイドの方がね、 T さんですか。あのね、あ、僕のデスクの横にありますこれも打ってくださいありがとうございます。いや、動画にしなくても多分いいと思うんだけどね。まあちょっと面白いんで打ってみようと思います。あの、まずちょっと構えた瞬間、ここが金色になってるのもすごいですよね。それどうなってるんだろうね。ヘッドを小さく見せたいの。わかんないです、全くわかんない。まあ、小さく見える効果はあるかもしれない。ちょっと工芸品になってる。あと純粋に高級品っぽくこうね、一応チタンヘッドに、はい、グラファイトコンポジットとサーモセットレザー、いわゆるカーボンフェイスを採用してるっていう。カーボンフェイス。そう、テーラーメイドのカーボンフェイスってステルスの前はグローレリザーブと2代目グローレとこのロイヤルグローレの3機種しか出てない。だから事実上最後のモデル、それが。そして撮影日の本日発表会があったんですよね。あ、さっき発表会行ってきたよ、ステルス。打ったんだ。あ、打たなかった。打たなかった。うん、いや、打ってたらさ、この撮影間に合わなくてでも今日は撮影はないんでしょ。ないないない。今日は次回楽しみ。おお、すごい泥バイアス。前回のグローリーリザーブとは打感が違う。音はだからね、2013年初頭から2015年にかけて、はいはい、カーボンフェイスは実はちょっと進化してるっていう。すごいね、ムチって打感が柔らかい、ね、前回の動画で打ったあのグローリーリザーブだとちょっとこうフェイスを滑るような、ちょっとフェイスが硬いような感覚が若干あるんですけど、これね、ムチっとするよ。お、いいとも。音もいいね、うん、カーボンフェイスの音がボスってなるあの印象なんだったのかね。やっぱあの2代目じゃないですか。あの2代目グレーがそういう印象をもたらしたんじゃないですか。あれ、スマッシュが出ねえな。15万で売るクラブだからシャフトもすごい凝ってて15万。うん、ちょっと、まあ、普通じゃない。合ってるな。なんかカメラがあれだね、なんか赤ちゃけてますね。セピア色に多分トラックマンがずっと冷えてて。ああ、そうなの。じゃあ温まるまでちょっと、とりあえずこれでお茶を濁しましょうか。セピアモードにした。してない、してない。そんなの。何の得があってセピアモード。あんじゃないの、トラックマンのセピアモードで、ポートレートモード。
スピード。えらいいいじゃん。どうなってんの。でもね、43で振るとやっぱスピン入っちゃう。そうね、やっぱ年配層向けなんでね。じゃあもうちょっと落としましょうか。大丈夫大丈夫、ちょっとフェースをもう一回見せてほしい。はい、クリオネ、クリオネで、これね、なんかね、層が違うのかなと思ったらさ、なんかデザインなんだって。やっぱりカーボンフェースをパコッとあれして、うん、でここの黄色で打ってくれみたいなイメージのために作ってるらしくて、うん、一応これ1枚のフェースらしいんだよね。なんかへっこんでる感じ。でもステルスがそうなってないってことは、まあボツになったアイデア、いわゆるで、その形のカーボンフェースはそれだけだから面白いっちゃ面白い。ちなみに、ね、ある人にさ、はい、カーボンフェイスの動画上げたじゃん、我々、はい、あんないけずないだろって言われたよ。なんでなんで、あれ俺は盛り上げようと思ってやったんだけどさ、よく考えたらテーラーメイドはもう本当にもう未来にさ、はい、新時代の幕開けっつって、もう何度も言ってた、新しいスターライト、スタートラインに立ちました、全く新しいテクノロジーですってずっと言ってんだけど、10年前のクラブを掘り出してきて、10年前のクラブ引っ張り出してきてさ、実は前もあったんですとか。確かによくねえなと思って。そう、捕まる。メーカーのコンテクストでやらないのがシナリティビ。9年経ったら忘れてるだろう。そう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 。なかったことになってるの。そう、俺小躍りしてやったんだけどさ、確かにそういう側面もあったなと思って。しかも回っちゃったしね。そう、反省しました。黒歴史的な。反省しました。だからステルスの発表会ではグローリーリザーブの話はもうほぼなかったよ。ゼロと言っていい。年表にちょろっと載ってたけど、グローリーリザーブの話は一切なかった。だから本当に新しいものが始まりましたっていうイメージでやりたいんだと思う。じゃあこれもやるなよって話なんだけど。まあでもほら9年も経つとね、素材も進化するし、まあ絶対だよ。だからそこの進化が見たいから、 あえてやったわけ。おー、いいじゃん。えらいロイヤルグローリーの出来がいいというね。さすが15万のクラブだな。正直フェースがカーボンだからうんぬんかんぬんは全くこうなんていうのかな、不思議だね。打ってる本人にはないですよ。本当に先入観乗ってるんだね、はい、ちょっとこれじゃあついでに、カーボンの母装に関して言うと、やっぱり言っていいのかな、先般はやっぱ C4 じゃないですか。ああ、そのカーボンイコールボソってこう、ボフっていう感じの音のイメージを持たせてしまったのが。ああもうね、まあ大昔のカーボンヘッドドライバーもあるけどね。はい、この間のグローレリザーブ、グリップがツルツルでおなじみの。ちょっとだけ。ペッペッてこうやって。不思議だね、でも確かにちょっと静かかな。出た時はさ、やっぱり音の評判があんま良くなかったんだけどね。なんかネットを見てたら、新しい今ステルスのフェースのあれ赤になってましたけど、あれもカラーカスタムで変えられる。できるできる、ね、赤、青、黄色、はい、みたいな、緑みたいな。すごいですよね、うん、カーボンの方がやりやすいんじゃない。赤いのが IH ヒーターに見えて。あと黒いヘッドに赤だから、ちょっと待って、シダやる前に悪口は寄せ。シャチハタみたいに見えて。その話はちょっとステルスのシダの時にやりましょうかね。いやでも期待してますよ。現物見たら違うかもしれない。こっから10年だからさ、とりあえずもう先に言っときますけど、うん、ステルスプラスとステルスの9度を僕はオーダーしてますから。いや現物も見てないのに早いっちゅうもんじゃない。買ったら何でも免罪されるわけじゃない。先行予約でなんか頼んどかないとなかなか手に入らないんじゃないかっていう話をされて。そうだ、初記録が出ちゃったらもう、そう、煽らないでくれよ。あんまりもう頼んであるから。あとは入荷を待つだけだから。ちょっと上目かな。うん、ちょっとやっぱこれ早く振っちゃダメだと思います。あ、もちろんもちろん。だからゼクシオプライムみたいな位置づけだと思うよ、うん、だと思います。でもバランス良さそうじゃないですか。いいじゃない。ロースピンになった強い球、うん、
ちょっとゼクシオイメージで、うん、結構低スピン、すごい、あ、ステルスの発表会で言ってたのは、あの2つ問題があって、まあ、フェース2が汚れやすいっていう、これフローリザーブそうなんだけど黒とかついたら取れないんだよね、はい、っていうのと、あとね、ドライヤーの時はスピンがすごい減って、あ、違うか、ドライの時はスピンが入るのに、ウェットの時はスピンが極端にドーンと減るんだって。だからチタンとは全然違うその物理性能らしくて、それを解消するのがあの結構ミソだったっていう、ね、でそれがもう要は解決されたってことなんですか、ね、解決されたから出しましたっていう話なんで、いや今僕9度頼んでるけど、え、じゃあ 10.5 にした方が良かったかなとか、今一瞬考えちゃったんですけど、それは解決前だからさ、フェースの汚れが取れないっていう声結構多かったよね。それグローリーリザーブの時にやっぱ特になんかちょっと黄ばんじゃうっていう、うんうん、で拭いても取れないんだよね。じゃあ乾燥、乾燥、乾燥も減ったくでもないけどなんか見た感じ良かったよ、ね、うん、今のクラブに比べたらやっぱり初速ちょっと出ないけど、はい、まあ、金属のカキーンっていうあのいわゆる打感打音とは違うけど、正直じゃあこれ僕何も知らないで、はいどうぞって言われたら、じゃあこれフェースカーボンですからって多分言わないと思うんですよね。ちょっとなんかもちっと柔らかい打感しますよぐらいの感じで、まあ、まあね、これが気になってしょうがないんですけど不思議だよね、うん、あとやっぱり高級シニア像は金っていうさイメージ、ちょっと変えてもいい気もするけどね、うん、もうもはやそうじゃない気がするんですよね。金ピカだから嫌だっていう人もいますからね。とはいえもうそれも7年前なんで、うん、その割には頑張ってるって言ってあげてもいいんじゃないでしょうか、うん、いやいやいや全然こう、いやこういうクラブがあったんだよっていうのをこうある意味ちょっと紹介するぐらいの感じでもいいのかなと思います。そしてカーボンフェイスがどのくらい進化してるのかと、はい、いうところがやっぱり楽しみじゃないですか。まあ、ただあのカーボンだから音が悪いとか打感が悪いとかっていうのはもう全然その言う必要もなく、この時点ではなかった、はい、種類まあいわゆるその金属を使っていても打感がいいもの悪いものってあると思うんですよね。要は違いとか種類の差みたいなものあるかもしれないけど、やっぱりやっぱりいけずだったなこれやったらよくなかったねステルスすげえだいぶ変わったってやっぱり言いたいじゃん22年研究したっていうからさ、ステルスはさ期待しましょうということで、はい、はい、終わりです。中古屋で見つけたら可愛がってあげてください。はい、はい、ありがとうございました。ロースピンになった強い球。